ジュビロ TV。 皆さんこんにちは、松本雅也です。ポジションはミッドフィルダーです。自分はゴール前でのドリブルだったり、パス、あとは運動量が持ち味だと思ってます。間とかで受けて、ターンもできるし、ドリブルもできるんで、相手だったら嫌だなって思いますし、判断が早いですし、いい判断もするんで、本当にチームとして、僕が一緒にプレーする選手として、やりやすいし、ありがたいプレーですね。松本雅也の凄さを、じゃあ、一ついいですか。途中から出て、流れを変えられて、ドリブルがすごい突破できるのが自分も最初の印象ではなかったので、試合見てびっくりした。長いわはい、他に、足が太いですユーティリティ性ももちろんそうだし、頭のいい子なんで、どこのポジションももちろんどこのエリアでも、それ相応のプレーをすると。でそれ相応のプレーっていうのは、今こう前に推進力を持たなきゃいけないのかとか、今ためを作らなきゃいけないとか、今ボールアプローチ行くべきなのか、もしくはそのブロックとして行かないべきなのかっていう、そういうジャッジが非常にこう早いし正しいし、出場機会はもちろん、もっともっとこの松本雅也って名前がね、Jリーグに響くと思うんで、